はい、皆さんこんにちは、きつけです。今回は Amazon プライムデーで人気だった商品ベスト100をご紹介していきたいと思います。はい、僕のチャンネルではですね、こんな感じでめちゃくちゃいろんな商品紹介してきたんですけれども、その中でも人気だった商品を100個ご紹介していきます。中にはね、売り切れちゃってるものもありますし、これからねもうちょっとで売り切れそうだなっていうものもありますので、まだね在庫があるものに関しては早めに購入することをお勧めします。今回紹介する商品については全て概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてください。はい、ということで早速やっていきましょう。ということで最後にお得なキャンペーンの漏れがないか確認していきたいと思います。全部で6ステップあります。1つ目はポイントアップキャンペーンでございます。こちらのページからキャンペーンにエントリーすることができて、最大 15% ポイントが返ってきます。プライム会員なら 3%、 Amazon ショッピングアプリでの購入でプラス 0.5%、 さらにマスターカード使うと 4% 上がりまして、さらに今回は Amazon デバイス購入すると 7.5% 上がります。エコーショーだったり Fire TV だったり Kindle だったりタブレットだったり、今回めちゃくちゃポイント還元率高いので、この Amazon デバイス狙ってる方は今がめちゃくちゃチャンスです。そしてお次2つ目がこちらでございます。スタンプラリーでございます。こちらのページからスタンプ集めることによって豪華商品が当たります。はい、僕に関してはね、もうもちろん全て完了しております。まだ完了してないという方は早めにね完了するようにしてください。そして今回のプライムデーに関してはプライム会員になる必要があります。プライム会員じゃない人は割引を受けることができませんので、プライム会員にはマストで入ってください。でただ単に入るだけじゃなくて、僕のね YouTube のこの紹介リンクからプライム会員に登録すると1000ポイントもらえますので、ただ単にプライム会員に入るんじゃなくて、僕のね YouTube の紹介リンクからプライム会員に登録すると1000ポイントもらえますので、今からプライム会員に入る方はこちらから登録してください。そして Amazon ギフトチャージも来ておりますので活用してください。で一番の目玉はやっぱりこの2つですね。もう動画でも何回も紹介してるので入った方も多いと思うんですけれども、 Kindle Unlimited と Audible が3ヶ月間無料で使用することができます。今回プライム会員になった方は3ヶ月間無料で使えますので、これね忘れずに登録するようにしましょう。 Kindle に関してはこんな感じの書籍だったり、あとは漫画ですね、さらには雑誌も読み放題となっておりますので、この Amazon プライムで終了までね3ヶ月間無料で使えますので、マストでね登録するようにしましょう。これ今のプライムデーしかやってないキャンペーンなので、今入るの忘れないでください。そして Kindle と合わせてこちらの Audible も3ヶ月間無料で使用することができますので、合わせてねもう登録しちゃってください。でこの Audible に関してもめちゃくちゃ良くて、自己啓発本とか小説あるんですけれども、特に小説ですね、めちゃくちゃいい声でストーリーがスッと入ってきますので、小説はねもうめちゃくちゃおすすめです。満員電車の通勤通学時間とか、あと家事してる隙間時間とか、時間を有効活用できるツールになっておりますので、こちらもね3ヶ月間無料で登録してください。今回紹介するキャンペーンについては概要欄のリンクに全て貼っておりますので、概要欄からねチェックしてください。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、ということで早速人気商品ご紹介していきたいと思います。まず第100位はこちらでございます。レッドブルのエナジードリンクでございます。やっぱり人気でしたね。 250ml が24本入りで4564円が提供特便使うことによって132円、4564円が提供特便使うことによって3169円、1缶あたり132円で購入することができます。これ何がいいかっていうと、今日ねスーパーでも見てきたんですけれども、やっぱり1缶あたり200円ぐらいしましたので、この132円っていうのはめちゃくちゃ安いですね。レッドブルね好きな方はこちらストックで購入するようにしてください。はい、次。はい、こちらも人気でしたね。手持ちの扇風機でございます。これからね夏が来るので購入された方も多いと思います。2480円が1980円で購入することができます。はい、次。はい、こちらも人気でしたね。アンカーのネビュラカプセル3でございます。まあ僕もねこれめちゃくちゃ愛用しておりまして、レーザー光源なので色がはっきり見えます。でこちらねこんなに割引になったのは今回が初めてなので、皆さんね購入された方も多いんじゃないかなと思います。まだねこれ手が出せてないよという方はね、こういう高額商品はねプライムデーでしか買えないので、自分へのご褒美としてねぜひ購入してみてください。買って後悔はねしないと思います。はい、次。はい、こちらのねエコーオートも今回人気でした。エコーオートね知らない方多いと思うんですけれども、こんな感じでね車に取り付けることによって車の中でもエコーを使えるというアイテムになっております。でこれ僕もねちょっと使ってみたいんですけど、僕はね車じゃなくて玄関とかにちょっと使ってみたいんですよね。よくね玄関とかで電気消し忘れて電気消してほしいって頼むことあるんですけれども、そういう時って大きな声出さないとリビングのエコーまで声届かないので、玄関にねこれ1個あって使えたらめちゃくちゃ便利そうですよね。 USB のタイプ A ケーブルでも使えるっぽいので、おそらく使えるんだと思います。付属品に関しても USB タイプ A ケーブルでつながってるので、おそらく使えると思います。これちょっとありやね。
はい、次。しかもこれめちゃくちゃ安くなってて、7980円が3980円で購入することができます。はい、次。はい、こちらもめっちゃ人気でした。デルの 4K モニターでございます。 IPS パネルで USB-C が付いておりますので、もう全部盛りのスペックです。なのに価格は 49,800 円が 36,800 円で購入することができます。めっちゃくちゃ人気ですね。もうこれ届くまで 1,2 ヶ月かかりますので、まあ買うならね、このプライムデー期間中かなと思います。はい、次。はい、ロジクールのトラックボールマウスも安くなっておりました。 M575S というマウスで7370円が4990円で購入することができます。トラックボールマウスね、結構抵抗感あると思うんですけれども、使ってみたらね、意外とすぐ慣れます。僕もねこれ使ってるんですけれども、手首を動かす必要がないのでね、腱鞘炎の予防にもなってすごくいいと思います。トラックボール気になってる方はチェックしてください。はい、次。はい、そしてこちらもね、僕めちゃくちゃ推してる商品でございます。デルの IPS パネルのフル HD のものになっております。ゲーム用というよりかは、普段のリモートワークとか仕事で使っていただきたいモニターとなっておりまして、とにかく安いっていうのが特徴ですね。 13,800 円で購入することができます。安いモニター探してる方はこちらおすすめです。アンカーの USB3.0 のハブも今回安くなっております。1299円が1039円で購入することができます。パナソニックの単三電池のチャージャーも安くなってますね。3217円が2200円で購入することができます。電池と一緒にね購入してください。はい、次。どん兵衛のかき揚げ天ぷらうどんも今回人気でした。 97g が12個入りで3059円が1836円、1個あたり153円で購入することができます。3059円が1561円で1個あたり130円で購入することができます。はい、アクエリアスのエアーボトルの 500ml 24本入りも安くなっております。夏はね、熱中症対策でアクエリアスも買っておきましょう。僕も今回こちら購入しました。2631円が1682円、1本あたり70円で購入することができます。お次、アンカーのパワーライン3フローという USB-C ケーブルですね。シリコン製なので絡まりにくいっていうのが特徴です。2190円が1643円で購入することができます。はい、次。お次、モニターアームも今回めちゃくちゃ人気でした。エルゴトロの LX デスクマウントモニターアームでございます。マットブラックなのでかっこいいですよね。22900円が15980円で購入することができます。まあ、モニターアームはねこれ選んでおけば間違いないです。はい、次。お次、コカ・コーラゼロのペットボトルの 500ml も安くなっております。普段は 350ml ばっかり安くなるんですけれども、 500ml がね今回はちゃんと安くなっております。2655円が提供特便使うことによって1722円、1本あたり72円で購入することができます。はい、次。お次、ローリーの 3-in-1 のワイヤレス充電器も今回安くなっております。これ何がいいかっていうと、マグセーフで iPhone の裏側に取り付けれるんですけど、 Type-C ポートでつなげれるので、 iPhone をね Type-C ポートで充電できたりとか、あとはこのリングの裏側にね AirPods と Apple Watch も取り付けられるので、こちらもね充電することができます。まあ、旅行先とかね、普段持ち運ぶスマホリングとしても優秀だと思いますので、 iPhone とかね Apple Watch 使ってる方チェックしてください。3999円が2849円で購入することができます。僕も今回こちら購入しました。はい、次。はい、こちらもね僕がめちゃくちゃ推しているアンカーの733パワーバンクというモバイルバッテリー兼充電器でございます。1万ミリアンペアありまして、出力も 65W に対応しておりますので、MacBook Pro なんかも充電することができます。これさえあればね、充電器困らないですね。14,990 円が 11,990 円で購入することができます。はい、次。HyperX のリストレストも今回人気でした。中にね、こんな感じでクールジェルが入っているので、手首を痛めることなくキーボードを入力することができます。2308円が1800円で購入することができます。はい、次。そして USB の Type-C のデジタル表示ができるものも今回人気でした。ここにね、今何ワットで充電されているのかっていうのが出てきますので、しっかりね、充電速度が出ているのか検証することができます。1888円が1274円で購入することができます。はい、次。はい、お次、エコードットも今回人気でしたね。こんな感じで時計を表示させることができるので、インテリアとしてもいいですし、機能性もあります。これめちゃくちゃ安くなってまして、8480円が3980円で購入することができます。めっちゃ安いですね。はい、次。お次、カップヌードルプロのシーフードも今回人気でした。3357円が提供特便に使うことによって2174円で購入することができます。はい、次。そして続いてノーマルのものも人気でした。3357円が2174円で購入することができます。そしてユーフィーのハンディクリーナーも人気でしたね。こんな感じで手が届きにくいところを掃除したりとか、隙間の掃除に向いてます。まあ、特にね、車の中の座席のシートとか、デスクの裏側とかにね使っていただきたい商品となっております。5990円が4490円で購入することができます。はい、次。スイッチボットハブミニも今回人気でしたね。何ができるかっていうと、この中にね
リモコンを取り込んで Amazon デバイスとね一緒に使うと音声で操作できるようになります。エアコンのリモコンとかテレビのリモコンを音声で操作したい方はこちらね入門機になっておりますのでぜひ購入してみてください。5339円が3998円で購入することができます。はい、次。はい、こちら一人暮らしの強い味方の山崎実業の米びつでございます。こんな感じで1合ずつに分かれていますので計量する必要がないっていうのが特徴です。2310円が1798円でさらに 5% オフのクーポンを使用することができます。はい、次。スイッチボットの LED 電球に関しても今回めちゃくちゃ人気でした。2個セットのものが3780円が2980円で購入することができます。色温度も調節できるし RGB も調節することができます。もうこれさえあればねどんな光り方でも対応できますので、まあ、家の電球正直これに全部買いたいですね。はい、次。オルビスのメンズの洗顔も今回人気でした。僕がね今これ使ってます。1404円が 3% オフのクーポンを使用することができます。まあ、いろんな洗顔試してきたんですけれどももう結局今これに落ち着いてますね。あんまりね洗浄力が強すぎないので肌が弱い人とかにもねおすすめです。まあ、最近のね僕の顔出し動画とか見てもらったら肌のね整い具合がわかるんじゃないかなと思います。はい、次。はい、お次、アップルの AirPods Pro 2もやっぱり人気でした。まあ、こんなに安く買えることないですからね。36,000 円が 32,980 円で購入することができます。ノイキャン最強で Apple デバイスとのリンクも最強なので AirPods Pro ね AirPods Pro 前から気になってた方は今回のセールでねマストで購入してください。はい、次。そしてアイリスオーヤマのノートパソコンスタンドも今回人気でした。このタイプのねパソコンスタンドめっちゃコンパクトに折りたためるので会社でもパソコンスタンド使いたいし家でも使いたいって人におすすめです。1680円が1480円で購入することができます。はい、次。そしてスイッチボットのスマートロックも今回めちゃくちゃ人気でした。18,980 円が 14,980 円で購入することができます。これねマジでみんなに買ってほしい。皆さんに伝えたいと思って動画とかも結構頑張って作ってるんですけどもうマジでねまだこれ家にない人は買ってほしい。家の鍵に取り付けることによってオートロックになりますのでホテルの部屋みたいな感じにすることができます。さらにね玄関にこの指紋認証パッドを取り付ければ指紋で鍵開けれるようになりますのでもう本当にね毎日のストレスが減ります。セキュリティ面とかね気にされる方も多いと思うんですけれども全然心配ないと思います。ぶっちゃけね全然心配ないと思います。はい、次。お次、サンワダイレクトのエアダスターでございます。8980円が3980円で購入することができます。キーボードとかパソコンとか掃除したい人はこちらおすすめです。はい、次。はい、明治の丸ごと野菜カレーも人気だったんですけど売り切れちゃいました。はい、次。アサヒのウィルキンソン炭酸も今回人気でしたね。2798円が1698円、1本あたり71円で購入することができます。定期お得便使ったら1本あたり67円ですね。夏ハイボールとかカルピスソーダとか飲む人はこちら購入してください。はい、次。パナソニックのエネループの電池も安くなっております。1080円で購入することができます。はい、次。はい、ホットアイマスクもねやっぱり人気でしたね。リモートワークでね目とか疲れてる方多いと思うのでこのホットアイマスクめちゃくちゃ便利です。実はですね僕のこの Amazon セールの動画もこのホットアイマスクにめっちゃ助けられてます。4980円が3280円で購入することができます。はい、次。お次、スイッチボットの押しボタンも今回安くなっております。4072円が3584円で購入することができます。部屋の電気とかパソコン、インターホンとかコーヒーメーカーとかサーキュレーターとかに取り付けることによって家電をね遠隔で操作できるようになりますのでかなりアイデア次第な商品なんですけれどもぜひね皆さんの家でも活躍させてみてください。僕の家にもねもう5台ぐらいあります。4072円が3584円で購入することができます。はい、次。そして僕が今回購入した味の素の餃子 1kg も今回人気になっております。これめっちゃ良くてなんか油もね水もなしで焼くだけでできるみたいです。この手軽さがいいですよね。1614円で購入することができます。まだこれ届いてないので食べてないんですけれども届いたらね開封動画とかでちょっと餃子焼きたいと思います。楽しみにしておいてください。はい、次。 UCC のコーヒーに関しても安くなっております。1788円が提供特便に使うことによって1168円、1本あたり97円で購入することができます。やっぱりね夏はアイスコーヒー皆さん飲みたいと思いますので仕事のお供にぜひこちら購入してください。はい、次。カップヌードルプロのチリトマトも今回安くなっております。3357円が2122円、1個あたり177円で購入することができます。なんかね普通の味よりもこのチリトマトの方が人気だったんですよね。これ美味しいんですかね。ストックでね購入しておきたいという方はチェックしてください。はい、次。はい、レックの激落ちくんクルリンパのワイパーも今回人気でした。まあ、これは棒の部分になっておりますので後でも出てくるねこのシートと一緒に使ってほしいんですけれどもこれがあるとトイレ周りを手を汚さずに掃除することができます。1280円が709円で購入することができます。はい、次。そしてシャオミのハンディクリーナーも安くなってたんですけれども今回売り切れになっております。はい、次。小池屋のポテトチップスも今回人気です。
これめっちゃ安いですよね。 55g が12袋入りで1027円、1個ね100円切ってます。これ人気すぎて届くまで時間かかるみたいですので早めにね購入してください。はい、次。そしてアンカーの 3-in-1 ケーブルも今回人気でした。片側が USB Type A でもう片側に3つ端子がありますので充電ケーブルをね1個にまとめたい方におすすめです。2290円が1832円で購入することができます。はい、次。はい、お次、ジンジャーエールの辛口も人気でしたね。2385円が1760円で購入することができます。僕はねジンジャーエールこの辛口がめっちゃ好きなので辛口好きの方にはねぜひこちら購入してほしいですね。はい、次。お次、天然水も安くなっております。2リットルが9本入りで1024円が878円で購入することができます。水ストックしておきたい方はこちら購入してください。はい、次。そしてザバスのプロテインも今回人気になっております。チョコレート味で4469円が3524円で 5% オフのクーポンを使用することができます。ザバスのプロテイン好きな方はストックしておいてください。はい、次。そして 500ml 24本入りのミネラルウォーターも安くなっております。1289円が1104円で1本あたり46円で購入することができます。はい、次。そして C2C の USB-C ケーブル、シリコン製のものも人気になっていました。1512円で購入することができます。はい、次。そしてこちらも人気でしたね。ソープディスペンサーの自動タイプでございます。でこれに関しては泡のね多い少ないも切り替えれるのでめっちゃ便利です。洗面台とかねキッチンとかにぜひ置いてください。3460円が2595円で購入することができます。はい、次。そしてケーブルカバーも今回人気だったんですけれども売り切れちゃいましたね。これに関しては、まあ、別でもいっぱい売っておりまして、製品の仕様自体はね別に変わらないと思いますのでこっちでもいいと思います。概要欄にはねこっちのリンク貼っておきたいと思います。1699円が1299円で購入することができます。はい、次。そしてアンカーのマグネティックケーブルホルダーも人気でした。配線整理したい方はね合わせて購入してください。1690円が1260円で購入することができます。デスク周りこんな感じでねめちゃくちゃスッキリさせることができます。はい、次。そして僕が毎回リピ買いしているアサヒの美味しい水も安くなっております。 600ml が24本入りで提供特便に使うことによって1423円、1本あたり59円で購入することができます。 600ml っていうのがね個人的に嬉しいですね。はい、次。そしてドリルビットに関しても今回なぜかめちゃくちゃ人気でした。みんな穴開けたすぎるやろ。1080円が 40% オフの648円で購入することができます。 DIY とかでね活用してください。はい、次。はい、かなりねランキングも上位になってきたと思います。アタックのデカラックサイズも安くなっております。詰め替え用ですね。1880円が1204円で購入することができます。はい、次。そしてエコーショー5もここで出てきます。ディスプレイ付きのスマートスピーカーになっておりまして、時計としてね使用することもできますし、アラーム機能もね非常に便利に使えます。8980円が3980円で購入することができます。もうこれはねプライムデーの時がめちゃくちゃ買いなのでまだ持ってない人は今のうちにね早めに購入してください。はい、次。そしてアタックゼロのデカラックサイズのドラム式用も安くなってたんですけれども売り切れちゃいましたね。まあ、これに関しては買えた方ねおめでとうございます。はい、次。はい、エリエールのトイレクリーナーも今回安くなっております。僕もこれ使ってます。1082円が757円で購入することができます。トイレ周りね結構汚くなると思いますのでこれ使ってきれいにしてください。アサヒの飲料の16茶の麦茶も今回安くなっております。麦茶の中ではこちらが最安値です。 660ml 24本入りで提供特便に使うことによって1490円、1本あたり62円で購入することができます。麦茶ねストックしておきたい方はこちらおすすめです。はい、次。そしてタオル研究所のタオルも安くなっております。1890円が1587円で購入することができます。夏になったのでね新しいバスタオルで揃えてみてください。はい、次。はい、そして僕がめっちゃ激推ししているオクソーの軽量カップでございます。横からもメモリが見えるし上からもねこんな感じでメモリ見ることができます。これがマジで便利。1650円が1425円で購入することができます。はい、次。はい、お次、小分けの4種類ミックスナッツも今回人気でした。3160円が2115円で購入することができます。小分けになってますので、まあ、作業の時にね毎回引っ張ってきて食べていくのがいいと思います。ちょっと集中したい時とかにねおすすめです。はい、次。次こちらでございます。どん兵衛でございます。まあ嫌いな人いないよね。3059円が1788円、1個あたり149円で購入することができます。どん兵衛ストックしておきたい方はこちら購入してください。はい、僕が気になってるやつですね。すぐに使える本バターでございます。紹介してからめっちゃ人気になっちゃってなんかもう1週間から3週間届かないらしいんですけどやばい2160円が1400円で購入することができます。いやこれでねちょっといろいろ料理したいですね。ジャガバターとか最高やん。あとバタートーストね、これめっちゃまんべんなくバターかけれていいと思う。はい、次。
スイッチボットの LED テープも今回安くなっております。僕も今回こちら購入しましたね。2980円が2530円で購入することができます。まあ、これ使ってね、もうモテ部屋作っちゃいたいと思います。はい、次、お次 3M のお風呂の鱗落としも今回人気でした。僕も今回購入しましたね。もう買ってばっかりやん。1087円が943円で購入することができます。まあ、鏡でね、水滴ついてそれが鱗になっちゃうこと多いと思いますので、それをきれいにできます。はい、次、アマゾンブランドの炭酸水も今回人気でしたね。1本あたり49円で購入することができます。はい、次、そして食器用洗剤に関しても今回めっちゃ安くなっております。マジカが 220ml と詰め替えの 880ml セットで594円で購入することができます。はい、次、お次、蚊取りスプレーも安くなっております。部屋にね、プッシュするだけで蚊がね、お亡くなりになっていくものでございます。1867円が1215円で購入することができます。夜にね、刺されないように毎日1プッシュしましょう。はい、次、エレコムの HDMI ケーブルも今回めっちゃ人気でした。この HDMI ケーブルね、めちゃくちゃ細いので配線整理とかでもめっちゃ便利なんですよね。1298円が760円で購入することができます。はい、次、そしてさっき紹介したね、トイレのクルリンパと一緒に使ってほしいのがこちらのシートでございます。10枚入りが4袋入って709円が428円で購入することができます。はい、次、そしてビタミン C も安くなってたんですけれども、もう安くなってないですね。はい、次、エレコムの電源タップも今回安くなっております。2035円が1729円で購入することができます。まあ、とにかくね、いっぱい口がついてて余分なものがありませんので、ミニマムなね、電源タップはこれ一択だと思います。なぜか2回買ってますね。はい、次、ファインのイオンドリンクも今回人気でした。水に入れるだけでスポーツドリンクが作れるものになっております。1224円が979円で購入することができます。夏運動される方はこちら購入してください。はい、次、そしてエコーショーとアマゾンのスマートプラグがセットになったものがめっちゃ人気でしたね。セットで1万960円なんですけれども、4960円で購入することができます。スマートプラグとね、一緒に買いたい方はこちらで買ってください。はい、次、はい、お次ね、僕も購入したクエン酸の超圧シートっていうものかな、ウェットシートがセールになっております。618円が396円で購入することができます。クエン酸の力を借りて落としたい汚れがありますので、それにね、チャレンジしていこうと思います。はい、こちらに関してはね、もう皆さんにマストで購入してほしい商品でございます。スイッチボットハブ2でございます。これ何がいいかっていうと、この前面で温度と湿度が表示されているので、まあ、いつでも確認できたり、あとはね、この中にリモコンをこう吸い込ませることができるんですよ。はい、画像見てもらったら分かる通り、こんな感じでいろんなリモコンを吸い込ませることができます。まあ、これ物理的に吸い込んでるわけではなくて、この中にリモコンの機能を読み込ませることができるんですよ。で、それすると何がいいかっていうと、音声とかスマートフォンからエアコンとかテレビを操作できるようになります。使ってみないとね、その便利さに気づくことができないっていうのがめっちゃネックなので、一回騙されたと思ってね、こちら買ってください。マジで便利になります。8980円が7480円で購入することができます。はい、次、アリエールのジェルボール 4D も今回安くなってましたね。2910円が1999円で購入することができます。はい、次、そして佐藤のご飯も安かったんですけれども、売り切れちゃいました。はい、次、そしてエレコムのクリーニングクロスも今回めちゃくちゃ人気となっております。まあ、セールにはなってないんですけれども、ディスプレイ拭けたりね、カメラのレンズ拭けたりするので、合わせてね、買ってください。マジであって損ないと思います。816円ですね。はい、次、そしてイロハスのラベルレスの2リットルの8本入りも今回人気となっております。2リットルの水の中ではかなり安い分類でした。999円が775円で1本あたり97円で購入することができます。はい、次、そしてノニオの歯磨き粉も今回人気でしたね。僕もね、これ使ってるので、生きいい匂いですね。913円が提供特便使うことによって521円で購入することができます。まあ、シンプルにこれ安いですね。はい、次、パナソニックのエネループの大容量モデルも今回人気でした。まあ、セールでね、安くなってるので、せっかくだったらこっち買った方がいいと思います。1280円で購入することができます。はい、次、そしてザバスのプロテインシェーカーもね、今回めちゃくちゃ人気でした。550円が472円で購入することができます。とにかく洗いやすいのでおすすめです。はい、次、そしてみんな大好き Fire TV スティック 4K MAX も今回めっちゃ人気でしたね。6980円が3980円で購入することができます。家のテレビに挿すことによって、プライムビデオとかネットフリックスとか YouTube とか TVer とか見ることができます。で、さらにね、これ友達の家とかに持っていけば、友達の家とかでもね、みんなで映画見ることできますし、ホテルなんかに持っていくのもおすすめです。6980円が3980円で購入することができます。はい、次、そして今回おそらくめちゃめちゃ売れたレイズのね、プロテインもセールだったんですけれども、売り切れちゃいました。はい、次、はい、そして佐藤のご飯の銀シャリの 200g5 食セットが
4セット入って3112円が2180円で購入することができます。1食あたりね109円なので、これめっちゃ安いですね。砂糖のご飯でこんなに安いことないので、ご飯のパックをねまとめ買いしたい方はこちら購入してください。次、伊藤園のね最安値強炭酸水も今回めちゃくちゃ人気でした。1569円が1177円で1本あたり49円で購入することができます。これみんな買ったんじゃないですかね。はい、次。そしてお次が第3位でございます。第3位がこちらですね、バルさんの虫来ないもんでございます。吊り下げれるものになっておりまして、これをねベランダに置くだけで虫が来なくなるというものでございます。実際に僕もね家でこれ使ってるんですけれども、虫来てないですね。1180円が587円で購入することができます。夏のね害虫対策でこちら購入してください。ただね届くのにちょっと時間かかるので、それまでにね虫入ってきたら終わりです。はい、次。はい、今回めちゃくちゃ人気だった、もう本当に爆売れしてました。こちらはアンカーのユーフィーのなくし物防止トラッカーでございます。マジでみんな買ってた3990円が2993円で購入することができます。僕もこれめちゃくちゃ愛用しておりまして、クレジットカードサイズになっておりますので、財布の中に入れることができます。財布なくすこと考えたら2993円なんて絶対払っといた方がいいと思いますので、補助でね1枚持っておいた方がいいと思います。これに関してはこんなに安くなったの今回が初めてなので、今めちゃくちゃ買いです。そして栄えある第1位がこちら、ダンボールカッターのダンちゃんでございます。これはもう不動の1位です。毎回のアマゾンセールで1位を取り続けてます。もうなんかダンボールカッターのダンちゃんのこの棒が1に見えてきたもんね。1位取りすぎて。571円が526円で購入することができます。アマゾンセールいっぱいダンボール届きますので、ぜひぜひね合わせて購入してください。はい、そしてですね、実は衝撃のカミングアウトなんですけれども、裏の1位がいます。これ実は物じゃないんですけれども、ダンボールカッターのダンちゃんよりも人気があった商品があります。はい、それがですね、裏の1位がこちらでございます。はい、その裏の1位というのがこちらでございます。 Kindle Unlimited でございます。はい、これめちゃくちゃ人気で、まあ、僕もね激推ししてますので、皆さん入ってくれてます。これめちゃくちゃ皆さん入ってくれてまして、まあ、やっぱりね3ヶ月間書籍が無料で読み放題っていうのがもう最高すぎますよね。っていうか逆に無料やのに入らない意味がないんですよ。なのでまだ入ってない方は絶対これね入ってください。こちらのキャンペーンに関してはプライムデー限定なので、今すぐね登録してください。こちらと合わせて最初にも紹介した Amazon Audible もですね、同じ期間の3ヶ月間無料で使えますので、 Audible に関しても一緒に登録してもらって、3ヶ月後にねカレンダーに入れといて、大会するかしないかを決めたら無料で使い切れますので、この使い方がね一番おすすめです。この2つに関してはせっかく無料で使えますので、無料で使えるうちにね使っておきましょう。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は Amazon プライムデーの人気商品ベスト100ご紹介していきました。今回紹介した商品については全て概要欄にリンク貼っておきますので、そちらから購入してください。そして今5万6000円分購入してるんですけれども、これ購入したものね届いたら開封動画も出したいと思いますので、ぜひねそちらも楽しみにしておいてください。めちゃめちゃ買いましたし、最終日おそらく買い足してると思うので、またね買ったものを一気に紹介していきたいと思います。ということで僕はこんな感じで Amazon セールの時には毎回おすすめ商品動画上げておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。またねブラックフライデーとかも来ますので、楽しみにしておいてください。そしておそらくこちらがですねプライムデーの最後の動画になっていると思うんですけれども、このプライムデーをね支えてくださっている配達員の皆様、本当にありがとうございます。まあ、皆さんのおかげでね僕たちが商品受け取ることができますし、安心してね買い物をすることができます。かなりね多忙だと思うんですけれども、まあ、僕たちはねまとめて頼むとか置き配するとかっていう手段でね、できるだけ配達員さんの負担を少なくするようにしましょう。ということでプライムデー毎日動画更新したんですけれども、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。まあ、自分の中ではね結構やりきったと思っていますので、ぜひねコメントとかくれると嬉しいです。はい、ということで今回の動画こんな感じで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。以上。